はい皆さん今回もご視聴いただきましてんか昨日おとといとねウエストの楽曲が続いておりますけれども今日はねまたアップされたばっかりの動画「えー、フェイトというんですかねこれね。 という楽曲を今から聞かせていただこうと思うんですけれどもこれは概要欄を見ると2 0 2 0年3月の20日に公開済みこの間の水曜日ですね公開済みでもうすでに29万9588回もう,もうあとちょっとで30万回再生ですよ人気急上昇中の音楽シャープ11ということでこれどんな,逆逆曲じゃない楽曲かというと 自ら運命を切り開き自分らしくあることの大切さを壮大なサウンドに織り込んで届けるフェイトで読み語ってるかなミュージックビデオをフルサイズで大公開とうわすごい太っ腹2024年4月の23日に CD デビュー10周年を迎えるウエストの記念すべき10枚目アニバーサリーシングルハートフェイトあだから昨日アップしましたね私ね動画 ハートというこの楽曲のもう一曲の方だダブル A 面というんですかねなるほどねこれ 10th a n n i v だから10枚目のシングルみたいにね昨日の中ではちょっと言っちゃいましたけど10周年の1 0数アニバーサリーシングルってことですよねシングルはもう今までいっぱい出てますからハートとフェイ,フェイトのフェイトなのかな本当にね 曖昧で喋り出しちゃってます11年目も挑戦し続けるウエストの決意表明となるエポックメイキングなダンスナンバーエポックメイキングちょっとかわいいですねエポックメイキングということですって、はい、ワウワウ連続ドラマ W13 というかな何て読むのこれまた難しい「白いでくれる」という風に書いてちょっともう勉強しようはいなんて読むかね、まあ、皆さんは知ってると思いますけど って読み方ってやればいいんです <laughs> 恥ずかしながら「白くくれる」と書いて白暮のクロニクルですでミステリー漫画ねはいこれの、えー、ワウワウのドラマの主題歌でもありますよとじゃあ「フェイト」フェイトなのかなまあ「フェイト」で言ってみようか思い切って <laughs> これも調べますかそしたら「早く聞けよ」って話ですけどね えー、コピペしたやつこれも読み方ってやったら出てきますから、えー、フェイトの発音はフェイトですねやっぱりねはいカタカナ読みではフェイトですありがとうございます Google さんえさあそれではいってみましょう改めましてウエストの公式 YouTube チャンネルに上がっております「フェイト」という楽曲オフィシャルミュージックビデオ4分52秒フルサイズいってみましょう再生ポカン

ああいつしか涙がらして神山君ちょっとのこうね荒れたような声出しけどおーおーおお浜田君さまよってうわ声の出方また全然違うな浜田君締め糸やらくりまうにして桐山君「でたかってすごい何この歌」で みんな固まって捨ててわわ小滝君ん綺麗なお顔重岡君。感じないように捨てた藤井君見えないようにしてたんだ戻れぬ道だろうともうあてなどなかろうと。 思い出すんだ、四角、思い出すんだ、誰のためだよ、ああ、とうわ、恋いね、中間君ん、てったて、もう一度咲かない、叫ぶ、ああ、うわ、浜田君目見開いて、ああ、どああすマメダメ、ルームメイダー、うわ神山君うわすもかっこよ。てんて、てん、白い中で傘を一人さして、箱にし、中間君ん、たった、 頑張なと笑いながら書きをなくしたはずだったわぁ低音も響くねわぁ浜田君目開いて小田く君目盛りなう,うわぁ低音出てるしげく君藤井君神山君佐そして桐山君その時までの話さ

かっこいい光をたどり寄せた手に残った感触を忘れないな忘れないな乾きが襲ってもあわが身もう小田君と浜田君脱ぎたってこの目そらしはしないわうわ上山君そして中間君 <laughs> やすもめだめしうわうがくん口だけ動いていやすもめだめる 夢中間君、邪魔でこきあした。ただ、桐、うん、山君、ちょっとはだけてみますよ。<laughs> くのがああうまい秋の待てゆなら、さまなるまで行た。うかっこいい桐山君。はい ーっうわなんか上からすごい砂みたいなのが起こってきてみんながこううわー仲間くんがグワ <laughs> と砂を待ってでうわみんな赤い砂をでーでって上輪くんが行くのをみんなが後ろから止めてでで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  あとそう重岡君が穏やかな顔でうわっうわーっといろんなものが爆発したた感触をうわすごいあんな綺麗に回る手かみ合わなくさあ小田くそおを襲ってもああ わ,わがみも好きだっ,って、この目そらしはしないわ。あとは、かっこいいー。スも目覚める運命だ。早く、目が投げるのすらかっこいい。かっ,いいって <laughs> ってて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 てテててててててテてテてて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 て すごいってってん、砂をこう紙を置くやってて。いやあ、おっきな扉の前で。いや、これはすごいね、皆さん。ぜひ、概要欄にあのリンク貼ってますので、見ていただきたいと思います。もう最初のドーンから、これはもう、 一つのもう舞台でしたね今セリフはもちろんないですけれども7人それぞれが、まあ、もちろん歌声もそうなんですけどこの映像の作品として見たらもう表情動きで見事に演じてますよ。 で私はまあボイストレーナーなのでこう歌声専門ではありますけれどももちろんそれぞれの歌声のテクニックは素晴らしい特にあの途中で私「うわーかっこいい」っつって言った桐山君のね優しく歌ってってロングトーンになってさらにそのビブラートがかかってみたいなあの辺のやっぱ歌い方テクニックは素晴らしいと思うんですけどこれはもう「フェイトという一つのまあミュージカルというか、まあ、演劇として。 見事な出来栄えになってますのでもちろん音楽のビデオなんだけれども改めてやっぱりこれ7人の歌声の安定感もさることながら表現力演技としてのねで私は演技のプロじゃないですけれども逆にプロじゃないからこそこんなふうにしながらこう歌の中で表現できる7人の凄さを今まざまざと見て。 あのバラエティで「キャハハハ」って言ってる7人とは思えないですよね。これやっぱりこうエンターテイナー感というのかなこれすさまじい映像ですよこれ。で内容的にも私はまだちゃんと歌詞を読み込んでるわけじゃないですけど多分重岡君というねあの表情があんまりないままにこう歌ってるあのキャラクターというかあの人。 人なのかなまあ、物なのかな概念なのかなそれこそわかんないですけどと神山くん先頭にこうね「目覚めようお前」みたいな感じで私のまあ感覚的な今捉え方ですよみたいなことを歌の中で表現してそれをこう後ろっ側の伴奏アレンジ含めて一つの物語をしっかりとこう完成させているこれ一からこの楽曲もちろんできていった時に。 ここのミュージックビデオととううややってやりましょうとかこう歌声もね結構あの今回の楽曲はそのエフェクトって言ってね歌声にいろんなこう効果がかかっていて少しこううわーっという音が機械的に乗っかってたりとかね声自体もこうストレートにその誰々の声そのまんまっていうわけじゃなくて加工されてる部分も多かったですけどでもそういうのもひっくるめてこの楽曲の持ってるメッセージとか世界観をものの見事にこれ。 表現されててま,あまた7人それぞれがさっきも言いましたけど本当にその動きであったり表情がすごくこう細かいところまでしっかり考えられてるというかねなんか聞き迫る顔とかなんかこうねさっきも最後の方言いましたけど神山君がちょっと眼鏡上げる動きですらもう計算され尽くしたかっこよさみたいなまあすごい映像4分。 申分訳ないだっけもう広告に変わっちゃったから変わっちゃったんですけどね分数がでも4分52秒とかでしたよね確かねもう一回これ更新したそう4分52秒でしょいやこれはすごい壮大な物語ですよこれこういうのがまたね昨日のそのハートとカップリングで入ってるといこのまた曲のこう幅というかね なななかなかでできるもんじゃないですけど例えばロックっぽい人たちはロックを中心にやっていくからやっぱりロックっぽいテイストが強くなっていてそれの専門家バラード系が得意な人はバラード専門家、まあ、たまにそういう同じようなね、えー、ジャンルでチャレンジして,してみてもやっぱりバラード系とかロック系とかってある程度こうね分野がよると思うんですけどもうこのウエストの楽曲をいろんなの聴くたんびに。 そ、ね、それこそおちゃらけ系面白い内容をおかしく面白おかしく歌う方もできればその思いっきり、ね、熱い気持ちを届けてくれるそのハートみたいな泣けちゃうようなやつもあってそして今回みたいこう,もう見入ってしまうとか聞き入ってしまうこういう、ね、ミュージカルのような舞台のようなこういう楽曲の表現もできるっていう、まあ、改めて恐るべしウエストですよいやーこれ本当皆さん、ね、見て見たことない方はもう 必ず一、ね、回見ていただきたいと思いますし、えー、何回も見てるよというファンの方も多いと思いますけど改めてやっぱねいろんな表情とかいろんな見方をしながら見るとより楽しめるんじゃないかなと思いますがこれが4月の23日に発売される「ハートフェイトの t の、えー、両 A 面というんですかねの「Fate」の楽曲というふうになっております。いいいやすごいびっくりした格好くてはい、ということで皆さん今回はこんな感じでえー フェイトという楽曲のオフィシャルミュージックビデオフルバージョン見ながら感想をお話しさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。